愛知県岩倉市にやってきました。こちらに創業200年以上というガラス食器メーカーがあると伺いました。200年前、江戸時代にガラスを何を作ってたんでしょうか。訪れたのは国内大手のガラス食器メーカー石塚ガラス。こんにちは、近藤聡です。こんにちは、石塚ガラスハウスエアカンパニー広報の川島です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。文政2年って書いてありますけども、1819年からガラス製品のメーカーでございます。初代が石塚岩三郎、現在の蟹市でガラス製造を始めたというところが起源でございます。石塚ガラスは東海地方におけるガラス製造の先駆けで、尾張藩主にリードロ細工を献上したと伝えられています。以来手掛けてきたのは家庭用業務用のグラスからジュースやお酒の瓶まで多種多様。瓶ビールって一社だけじゃないですよね、作っているの。複数のメーカーが飲料メーカーさんに納めている形になります。そうですよね、はい、なんか違いとかなんかあるんですか。印がありまして、石という漢字がここに書かれております。気づいたことなかったです。我々社員は、はい、まあ、飲みに行くとですね、チェックをするの、まあ、これがまず飲む前の儀式なわけですね。私たちも知らず知らずのうちに使っている石塚ガラスの製品ですが、3年前に発売したある商品が異例の大ヒット。それがアデリアレトロのシリーズになります。昭和期に販売していた商品の復刻版になります、はい、懐かしいという方もいるはず。かつて昭和の家庭を彩ったプリントガラス、その復刻版がアデリアレトロシリーズなんです。これが予想外の売れ行きだったそうで、初年度で数万個売れればそこそこ、はい、売れたかなという感じなんですけれども、こちらのシリーズに限っては販売数量57万個。わずか3年で57万個もの大ヒット。復刻のきっかけは意外な理由でした。若手の女性社員がインスタグラムで昭和期のアデリア製品が可愛いっていう風に盛り上がってたと、それに気づいたところが初めて。近年若い世代で広まっている昭和レトロブーム、その流れで1960年代に販売されたアデリア製品もレトロなプリントが可愛いと SNS で話題に。そこに目をつけたのがデザイナーの桐本さん。しかし復刻することに対して昭和世代の上司たちは、ダサいグラスが受けるわけがないっていう風な感じの反応でして、でもそれで諦めてしまっては復刻できないので、こうインスタグラムの投稿数を地道に数えてましたね。結局説得できたのはどういうポイントだったんですか。最後まで心よくこう行っておいでみたいな感じにはならず、ちょっと数量を抑えてテスト販売してみたらっていう。上司の心配をよそに、テスト販売の500個は瞬く間に完売。ほら見たかって言ってやりたくなかったですか。いや、言いたいですね若手の社員のパワーに、まあ、パワーと言いますか熱意に負けたという感じですかここが応援ポイント。若手パワーが老舗企業を変えた。ヒットの裏側には若手ならではの着眼点と女性心をくすぐる徹底的なこだわりがありました。デザインをトレースして復刻してます。デザインソフトでデザインをするんですけれども、すごくシャープな線が、綺麗な線が描けるんですけれども、その揺れた線とかガタガタの線を再現するのは今のデザインソフトだけを使ってはできないので、実際に私たちも鉛筆とかペンで線を描いてみて作業をやっております。当時の佇まいを忠実に復刻するため、手書きのような絵柄のいびつな線やプリントのズレも再現。手書きに近い形で復刻をしてるってことですよね。だからすごく温かみがあるんですね、きっと。 ありがとうございます。レトロが好きっていう方々の愛がすごく深くてもうその方に喜んでもらいたくて作ったっていうところが大きいですね。他にも復刻したのがお菓子を入れるボンボン入れ。令和流の楽しみ方は、今はクリップを入れたりとか、
マスキングテープを入れたりとか、可愛い使い方をご自分で発見されるので、うん、SNS でまた私たちも見て勉強させてもらうっていう、はい、若手の熱意から生まれた使っても飾っても楽しい暮らしを彩る一品です。ファッションを中心にして若い人たちに昭和レトロブームがじわじわ広がっています。アデリアレトロシリーズが57万個ものヒットにつながったのには、情熱とセンスと技術全てが揃っていたということが今日分かりました。